レックスは富士中工業が製造及び販売していた軽自動車である。レックスは1972年に R-2 のモデルチェンジ版として登場してから20年もの長い期間にわたり販売された。これまでのスバル360や R-2 に比べるとよく言えば落ち着きがある、悪く言えば凡庸なデザインの車であった。初代こそ若干の悪があり、 スバルらしさを残していたものの、二代目、三代目は、鈴木アルトや、ダイハツミラなど、他社の強力なライバルと対抗するためか、比較的おとなしめの外観である。鈴木やダイハツには及ばなかったが、オーソドックスな商品構成で、オイルショック、ハイガス規制、二度の規格改正等の波を受けながらも、時代に応じた技術で、エンジン形式や、 駆動方法など様々な改良を受けて、台を重ね、一定のシェアを確保し続けて、スバルの経営に貢献した。2020年現在、同社が製造した、軽乗用車のうち、同一商標のママフルモデルチェンジを受けたモデルは、レックスのみである。グレード展開は、シングルキャブ32馬力仕様、シングルキャブ35馬力仕様の TS、ツインキャブ37馬力仕様が、 GSR となっていた。カスタム L とスーパー L には、2サイクルエンジン特有のアイドリング時のパラパラ音を抑えるスバルイス部が装備されている。イス部とは、アイドリングサイレンスバルブの略で、エキゾーストマニホールド内にスロットルバルブに連動した、ステンレス製のバタフライバルブを設け、アイドリングなどのスロットルオフ時に排気通路の大半を閉じ、破裂音を低減させるもの。あとに、 他のグレードやサンバーにも拡大採用されたが、ほどなくして4サイクルエンジンに置き換えられたため、この機構も共に消滅している。同社のレオーネ4ドア以外にも、日産のチェリー、サニー、ブルーバード U などに見られ、高いウエストラインと小さな窓は当時流行のスタイルであった。通常、乗用車ベースのバンの設計では、 必要な室内向に合わせたドア開口寸法や雨とい高さを取るため、あえてハイルーフとする必然性は低いエンジンの上に過失を設けたため、エンジン補機類はバンのものを流用していたミッション出力軸端からリアデフまでのプロペラシャフト上には他の車種のようないわゆるセンターデフ構造が一切ないという極めて得意なものであった。後に9代目トヨタカムリの CM キャラクターに起用。 一筆書きの車体文字で、レックス。最後シック体に近く、フォント角に丸みのかかった文字。レックスのカタログ。リクルート株式会社。2020年1月5日閲覧。デアゴスティーニジャパン週刊日本の名社13号21ページ、14号25ページ、56号23ページ。ありがとうございます。